ユーリエは様々な自動車メーカー向けに車体や部品の設計、製造を行うフランスの会社である。コンバーチブルやステーションワゴンといった日チ市場向けの少量生産者を専門としている。1920年にアドルフ・ユーリエにより創立され、当初は馬車を製造していた。1925年には早くも最初の自動車、プジョー177バイトを組み立てた。 アドルフはバスを製造する支社も設立したが、後にこれは売却された。近年の主力製品は35万セットが生産された、プジョー 206cc 向けの収納式ハードトップであり、オペルティグラのような完成車も生産していた。1985年以来45万台以上の車を生産し2000名以上の従業員を、 雇用してきたが、ティグラの販売不振により541名を解雇しなければならず、オペルはユーリエに2006年末までに1日の生産台数を200台から50台へ削減するように求めた。2007年10月に債務免除を申し出て、2008年7月にインドのアルジェンタムモーターズが60%を買い取った。ユーリエは 今後5年以内にプジョー407マかれな試作者に似た4ドアのコンバーチブルを生産しようと計画している。ユーリエの主力生産工場はドゥーセーブル県のセリゼにある。2004年6月からユーリエは自社で設計したオペルティグラツイントップの生産をしていた。この車は収納式ハードトップを備え200台、日の割合で生産されていた。ユーリエは 自社のロゴを左右の全部フェンダーに貼り付けていた。生産は2009年の夏に終了した。ありがとうございます。